day moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。9月26日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM F 宜野湾の電波をお借りして、名古屋にあるダンサーズスタジオから旧名古屋をお送りいたします。あのですね、今週の、ね、日曜日ね、一人焼肉をしたんですけども、その理由はですね、部屋の中が臭くなるから王子一人で外でやりなさいと言われましたね。そんな中でもあの放置プレイでしたね。放置プレイの、滑り王子マスクマンでございます。はい、王子一人焼肉しているときに、私たちダンサーズとみそ煮込みスキーとお友達で、三重県にお墓参りも行ったんですけれども、その後はキャンプを楽しみました。三重県でみそ煮込みスキーと、はい、今日はですね、朝方涼しかったんですけど昼は暑くてですね、私岐阜県中津川市っていうところへ行ってきたんですけども、いやー山奥でして、周りコンビニもないようなところだったんですけども、のどかはいいんですけどもトイレに困りまして、結局ですねどうしたかというと、公衆トイレがあったんですね。びっくりした。よかった。あったの、今さちょっといけないこと言うのかなと思って、あの山の中入ってったのかなと思いましたね。公衆トイレがあってですね、ああよかった、あの膀胱パンパンだったんだはい、こんな3人がお届けします。今夜のテーマはイベント。今夜のテーマはイベントです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンを検索してください。名古屋は栄養コーナーもあります。22時38分頃になりますが、なんと今日は重大発表があります。おお、はい、この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐしちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたします。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに、創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。名古屋市熱田区にあるトリプルエイトでは、フォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。
興味のある皆さん、今すぐ 052-653-0071 052-653-0071 までお電話を。名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。キウナ名古屋。メールご紹介します。はい、お願いします。この方はですね、ジョージさんからいただきました。初めてメールではないですよ。ではないですか。はい、あの以前もいただいてます。あ、じゃあ王子が読んでないってことかな。ジョージさん、ありがとうございます。ありがとうございます。今週土曜日は、木曽三川公園で開催のワッフルミーティング参戦です。アマチュア無線やってるワッフルさん主催の、集まった人たちで何をするわけでもなく、ただおしゃべりに講じて交流を深めるというイベントのようです。こういうような、大好きなの、あ、こういうことが大好きなので、うん、今から楽しみです。自由参加のようですので、お暇な方ぜひということでございます。あのね、最初ね、王子ね、あのワッフルミーティングって言った時に、うん、あのお菓子ってデザートのワッフルあるじゃないですか。私もちょっと最初はそう思ったんですけど、あのそういう方が集まってなんか作って振る舞ってっていうイベントなのかなと思ったんですけども、ワッフルさんという方の主催のアマチュア無線のあれですね、うん、イベントっていうことですね。そうですね、はい、最初見た時にね、結構面白そうなあれだなと思ったんですけども。いや、これは面白くないの。じゃあ、あのなんていうの、この子供たちが集まったりとか、はい、そういうようなあのイベントなのかなっていう気がしたもんですから。ただこの、はいはい、うん、あのアマチュアの方はまたあのなんていうの、こう趣味の講じた方でね、そうするとまた楽しいお話ができてるんでしょうね。いや、なんかちょっと気になりました、うん、でもね、ちょっとワッフルさんっていう方がどんな方かが分かんなかったんで。私分かります、うん、YouTuber の方です。あ、そうなんですか。はい、うん、YouTuber の方で関西の方ですよね、うんうん、の方の、まあ、YouTuber の方ですけど、うん、まあ、移動運用やったりとか、うんうん、あ、そうなんだ、うん、されてる方ですね、うん、はい、見ました。見たことない。そうなんだ、はい、ただね、あの王子がこういうアマチュア無線とかって、うん、あのそういうの聞くと、うん、あのあまり深く追求しない方がいいよね。あの違うこと言いそうだからね。そうだよね。いや、まあ、ちょっとマイク切ろうかなと。いや、はい、そういえば思い出しましたよ。桃助さんが同じくね、アマチュア無線のその、うん、あ、アマチュア無線じゃないかったっけ、まあ、無線関係、まあ、ね、うん、全般のね、うん、YouTuber の桃助さんが出られるときにね、うん、はい、まあ随分失礼なことを言いましたよね。失礼、失礼、失礼、うん、ね、失礼、もう大反省会でしたよね、うん、だからちょっと、ね、今あの悪夢が蘇る。今ドッキリしました。ちょっとだからちょっと控えようかなと思って、なんか変なこと言うんじゃないかなと思って、ちょっとヒヤヒヤしました。変なこと言う、いや、そんなことございませんよ。はい、ありがとうございます。カーフボーイさんからツイキャスで、味噌煮込み好きさん、ダンサーズさん、ヒゲを剃ってもヤクミツルさん、皆さんこんばんは。ワン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 、今日 T サージで能と琉球舞踊のコラボチケットが当たったよ。来週の土曜日楽しみだなって。ああ、おめでとうございます。あ、ラントさんがね、うん、そういえば、なんで呼んでくれなかったのさって、これ多分あのお一人様バーベキューの時でしょ。あ、だから皆さん、ね、呼びたかったんですけどね、うん、もうまあ、多分宮殿まで来る道のりが大変だと思いますね。あれでも何、一人でやったってことは家族の人はどうしてたの？あの家の中でね、あのバレーボールの見ながらね、キャキャ言いながらね、うん、なんていうの、あのちゃんとこう料理が作ってあったんですね。え、ちょっと待って、ね、王子なんで一人でバーベキューしてんの？いや、その時にね、うん、あのホルモンありますよね、はい、で、はいはい、それが食べたかったんです、うん、でそれをお家の中でやろうと思ったらあの誰も、ね、あの食べたがらずに、あ、うん、あの食べるなら外でやれと言われて、臭くなるしって。ああ、確かに煙すごいですよね、うん、多分ね、うん、そう、うん、でそのままね、あのずっと薄暗い中でやってましたね、うん、薄暗いな。いや、本当にそうですよ。だからね、焼け加減がわからないの。あ、それ夜だったの？夜、うん、あの
火つけて、時間経ちましたんで、どんどん暗くなっちゃって、なるほどね。でやっぱり、ね、あの名古屋の方も、だいぶその日が陰るのが早くなりましたね、そうですね、最近ね。だから一番長い時は、ね、夜7時ぐらいまでちょっと明るかったんですけど、もう6時になったら暗くなりまして、その辺からスタートしてますので、そうか、もう焼ける頃には真っ暗っていう、そうそう、炭の加減が一番良くなってる時はもう真っ暗っていうね。高保さんがね、電気代がおよそ9,000円になってびっくりしましたっていうのは、おそらくあれかな、こう夏の電気代 でちょうど明細が来てびっくりみたいな感じだったのかな、多分皆さんそんな感じになってるんじゃないでしょうかね。いやもう考えたくないですね。ねえ、いろいろとね、はい、ねえ、はい、で高保さんはですね、はい、毎週日曜日12時半から高保のキックオフというね、はい、FM ギノワンでサッカーの審判の番組をやられてますよ、そうですね、はい、で沖縄大好きさんがね、こんばん名古屋、こんばん名古屋、今日のテーマイベント、先週の日曜日糸満市の糸満マンの撮影握手会で糸満マンと会った沖縄大好きですということで、あ、イベントね、やっぱりいろいろやられてますよね最近ね。糸満マンっていうのはあれですよ、沖縄ヒーローの、ヒーローたくさんいらっしゃいますね、いらっしゃいますって言い方変だけど、いろいろありますよ、ね、いろいろいるよね、ヒーローはね、いろいろ、ね、そうだね、糸満マンっていうのね、そうそう、糸満マンですよね、あ、そういうことね、糸満マン、そうそうそう、そういうことね、わかりましたよ、はい、はい、じゃあ、お願いします、はい、ですね、ハイタイの外チームの皆さんこんばんは、早く冬来ないかな、アレックスです。でもちょっと今ね、なかなか早く冬は来ないですよね、10月いっぱいぐらいまで結構暖かくてね、いつになったら冬になるだろうっていうような感じですもんね。はい、イベントといえばうちの家の倉庫で毎年忘年会と称して取り行うヒージャー会です。ほんと赤字になるし、ヤギの匂いも1週間取れない時もあるしヒージャーの、なんだって家の周りや庭がタバコの吸い殻が散乱し、シーバイカイジャーするから、シーバイカジャー、シーバイカジャーってあれね、あれですね、シーバイする、エチケットを守らないやつは来ないでほしいさ、それに、汚いところの掃除を楽しんだ親父がやってほしい。父ちゃんね、楽しんだんだから掃除ぐらいはちゃんとしてねっていうことなんでしょうね、なんかこう電波を通じて家族に訴えるっていうねすごいスタイルですけどね、まあこれもね、どうだろうね、やっぱりね、外でやってるとね、おトイレがあるけども、早く、ね、近場で済ましたいっていう、そういうことか、もう手洗いに行くのも惜しんでその近くでっていう、そうそうね、でもお家の敷地ですよね、そういう親父さんたちがね、酔っ払った勢いでね、失礼しちゃうんだろうね、なるほど ね、まあそうでしょうね、まあ、そういうところを見てるとですね、まあ、女性の方々はね、勘弁してってなるじゃないでしょうか、ね、あ、チェッカーの武装さんがね、宮殿持ち…てん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 て、あ、宮殿への道のりがっていうことを言ってたからですね、そういうことですね、まあまあね、宮殿というぐらいですので結構道のりはありますよということでございます。はい、アレックスありがとうございます。埼玉の郷さんが、うちは太陽光&売電してるからあんまり電気代は変わりませんって。おー、すごい。そうなんですね、そうなんですね、やっぱり太陽光発電して、その分ね、たくさん発電できた分は売ると、そうそう、やっぱりプラスマイナスゼロというか、その夏の分はもう全然賄えちゃうんでしょうね。あ、カープボーイさんがね、アマチュア無線とパーソナル無線って何が違うのっていう質問です。ダンサーズどうぞ。そうだね、アマチュア無線は資格が必要な無線ですね、資格を取って、無線局の免許を取るという流れなんですけど、パーソナル無線は残念ながらもう終了しましたので、今は終了しました、はい、もうパーソナル無線なくなりました。
もう免許更新できなくなってできなくなりましたので、うーん、まあ、代わりってはなんですけどデジタル会無線とかがその代わりになるかなと、まあ、これはあの資格なしで免許だけ取れば使えるものです。なるほど、はい、うん、という違いです、うん、まあ、細かく言うといろいろありますけど大雑把に言うとそうです、ね、うん、あ、そういうことですね、はい。あ、埼玉の郷さんがね、はい、暑すぎても太陽光は逆効果なんですだって、春秋が一番発電しますって。あ、そうなんですね、そうなんですね、そういうことなのね、はい、うん、なるほど、はい、はいはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、沖縄大好きさんからです。はい、ありがとうございま す。ダンサーさん、みそさん、マスクマンさん、こんばん、名古屋、名古屋、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。ありがとうございます。イベントエピソードはたくさんありますが、去年初めて行った沖縄ワンヒーローズの撮影会、友人マブヤ、友人ガナシ、ガナシ闘牛戦士ワイド、はい、安全第一第一マンの4大ヒーローが沖縄ファミリーマートさんの各店舗で撮影会、おー、いろんなところに来てたんだね、うん、そしたら、うん、4店舗中3店舗もあり全ヒーローと撮影しました。それから数ヶ月後の沖縄ヒーローズフェスタにも行き、全沖縄ヒーローズと他県内外のヒーローたちを生で見ることができました。おー、これご当地ヒーローってことかな、ねえ、ねえ、他県内外ということはね、いろんな、県のご当地ヒーローがいるってことなんだよね、うんうん、もう王子はですね、まあ、マブヤとかですね、そういう方々と一戦をちょっと交えてみたいなというね、うん、それぐらいの気持ちですね、うん、え、なんでそんなにちょっとなんか戦ってみたいなって、なんでそんな臨戦態勢なの、うん、ちょっと戦ってでですね、うん、まあ、その時はですね、うん、もう王子もですね、まあ、素顔は隠してね、まあ、レスラーマスクをかぶってちょっとね、戦っ素顔マンじゃないのね、うん、素顔マンではありませんね、やっぱりね、ヒーローになる時はね、うんうん、ちょっとかぶらないとね、お引き取りください、でそれをちょっと撮影していただきたいなっていう、お引き取りください、うん、え、なんでいや、そうじゃないですか、そうなの、はい、だけどね、多分いろこういう肥料はいろんな、必殺技を持ってると思うから、うん、なかなか王子もね、苦戦すると思うんですけど、ね、王子まだそこまでの、ね、必殺技持ってませんので、うんうん、戦いにはまだちょっとね、修行が必要かなっていう、そんなような具合ですね。あ、そういう沖縄大好きさんがツイキャスで龍神マブヤと龍神ガナシ の字が書いてあるんですけど、龍神と龍が違うんですね、そうそう、初めて知った、うんうん、琉球の龍の、ね、で、まあ、マブヤ、まあ、マブヤはそう、琉球の龍の龍神じゃないですか、ね、ガナシはタツの龍なんですね、闘牛戦士ワイドもちょっと気になりますね。あ、ワイド、はい、あ、ワイドね、はい、うんうん、なんか強そうな感じがしますね、ね、王子が一戦を交えてもスーパーメイゴーサーされるかティーダイヤ中でハゴーサーに飛ばされるのがオチっす、うん、まあ、要は負けちゃうってことね、うん、負けてそこをさ、ね、そういうスーパーヒーローがね、うん、また王子をいたわってくれるところがとってもこう愛らしいじゃないですか、うん、そういうのをちょっと狙ってるんだけどね、うん、負けてもそういうところをさなんかいや、なんでもない、 なんかすごいなんか今やらしそうな目で見たよね、やらしそうなんていうか、うん、なんかそういうところをすぐ引っ張り出すみたいないや、もういらんこと引っ張り出すのやめますねはいはい、じゃあメールいきますね、はいはい、旧名古屋の皆さん、こんばんにゃ、こんばんにゃ、読谷村のフルムイカリーです、ありがとうございます、ご無沙汰です、はい、って書いてありますよ、はい、今週のテーマイベント、ちょうど良いお知らせがありますよ、はい、終日費やす内容になりますが、お酒と楽しい音楽、そしてワイワイ楽しくすることが大好きな方にはうってつけのイベントがありますよ。ほう、宜野湾市を拠点に世界でも活躍する大城太郎さん率いるラテンミュージックバンドカチンバの皆さんが主催するイベントなのです。
宜野湾市普天間人普天間宮近くにあるカチンバのお店で飲める美味しいカクテルモヒート、その味のベースになるお酒ラム酒の元になるサトウキビと黒糖、これらを生産している名護市に貸切バスで出かけます。名護市内にあるラム酒の酒造所見学とプチサトウキビ体験、その後は八ヶ瀬島にある貸切されたおしゃれなレストランにて美味しい食事と美味しいお酒を堪能しながらカチンバの生演奏によるラテンミュージックライブを楽しんでもらうイベントです。これらはバス代、見学体験、食事、飲み物、ライブ代金すべて込み込みの料金1万円ぽっきりなのです。日程は来月ですが10月15日日曜日、カチンバの太郎さん曰くこのイベントは一人で参加しても全然 OK、 むしろみんなと仲良くなって楽しめる内容と思いますと言ってます。またカチンバの皆さんはとても気さくな方たちです。興味持たれた方はカチンバのホームページ URL カチンバ .com でぜひ検索しお問い合わせしてほしいです。他府県の方もこれを理由に沖縄いかがでしょうか。一日費やしますがこれは超おすすめな沖縄での楽しみ方になるはずですよ。しかも超リーズナブルです。うちなんちゅうの皆さんにもおすすめしたい内容ですということです。面白そうですね、楽しそうなんですけれどもね、なかなか10月15日ってもう決まってますから ね、この日程が合う方ぜひぜひ参加していただきたいと思います。あ、もう間もなくですね。普天間郡の近くなんですか、場所は。あ、違う、そこのカチンバさんのお店 の場所が普天間神宮。バスツアーはですね、違いますよ。また、その何でしょう、ピックアップするっていうか集合場所があるんですけど、あそこで集まって、名護の方に行ってっていう風なんですけれども、詳しくはですね、カチンバ .com で検索してください。はい、はい、あれ、なんですよ。詳しくそのライブの、ライブのそのライブじゃない、ツアーのその、なんですか、そのスケジュールが載ってますので、ぜひぜひチェックしてくださいね。カチンバドットコムですね。カチンバドットコムでよろしくお願いします。というメールでした。はい、ありがとうございます。はい、続いてですね。ヤンポーさんからです。ありがとうございます。ダンサーズタミソさん、滑りすぎて地球の裏側のブラジル人からのクレームが来るほどの王子、すごいなこれ一周しちゃってる、2周3周、そんな感じですよね。一巡したんですか。一巡、それ以上してる、まだしてない。いや、それ以上かもしれないこれ、結構この滑りがね、長く続いてましたので。ね、はい、こんばんは。イベントといえばラジオの公開生放送でしょうかね、はい、イオン名護のミュージックシャワーや山の日スペシャル、具志堅ストア、 ROK のアイモコ音楽農園、そしてラジオ沖縄のチャリティーイベント音のある信号機をのミュージックソンに行ってきました、たくさん行ってらっしゃいますね。何よりも、ミュージックシャワー、そして、何よりもミュージックシャワーの公開生放送でキングスの岸本選手がいなくなったら、お約束通りの全員がいなくなるという現象に爆笑でした。これキングスってバスケットチームですね。周りは叫んでいましたけど、おそらくラジオリスナーよりもキングスファンが多かったと思います。でもホルキーズのビギンの息子さんと少しだけお話できてよかったです。一つだけ残念だったのが、山の日スペシャル具志堅ストアの会場にナルトラさんも来ていらっしゃったのですけど、人が多すぎて見つけることができませんでしたということでございます。これいろいろイベントに参加してってことです ね、そういろいろイベントがあってね、本当にいいなっていつも思いながら、ラジオで聞いてます。そうなんです。沖縄にいたらもっともっといろいろ参加できるのになってことが、FMJG の新一さんがカチンバのイベントの特設ページのリンクを貼ってくださったので、またそれを詳細を皆さん確認していただけたらと思います。ぜひご覧ください。はい、
じゃあまだ大丈夫ですね。あ、そうそうそう、あのね、沖縄大好きさんがね、沖縄のヒーローたちはみんな優しいからとどめを刺さないので安心してください王子って。あ、そうなのよかったね。とどめ刺されたら大変なことになりますよ、うん、もう名古屋帰ってこなくなっちゃうもんね、はい、続いてですね、はい、こちらはね、おばあからもらったプライベートジェットさんからです。はい、ありがとうございます。一昨日は幼稚園の運動会、来月は、小学校の運動会と続きます。あら、イベントが続きますね、うん、コロナ禍で学年ごとでの縮小しての開催が続きましたが、久しぶりに全体での開催です。しかし昼食は今年もなく午前中で終わるようです。以前は運動会といえばお弁当のイメージでしたが、ね、ちょっと寂しいですね。皆さんの運動会の思い出はありますか、ということでございます。運動会の思い出ありますか。運動会、でも運動会はもしね、あの走るの早かったんですね。おう、うん、だからね、そのかけっこがね楽しかったですね。あ、うん、まあ、そのイメージが一番強いかな。うん、あとは何やってたかも全然覚えてない、うん、イメージはですね、足が痛かった。足が痛い、足膝。あ、これ何でかっていうと、うん、ピラミッドですよ。ああ、そう、何でしたっけ、機械体操じゃなくて何だった、何でしょうね、ね、あ、人間があんなにだんだんに積んで、あ、なんか、あ、そうだね、なんか、はい、で大抵ね、こういう父母ですんで、うん、まあ、一番下ってことですね。一番下なんですよ一番下、すごい痛いんですよ、うん、あれ地面に膝をついて素足よ、素足で、膝もね、うん、何にも、ね、サポーターとかそういったものなくて、うん、そのまま今もやってるんですかね、あれね。あれ危ないよ、あれ、まあ、あれさ、笛の音でピーって言って崩れるっていうのやる、うん、そうそうそう、あれ右見たり左見たりとかして崩れますよね、最後ね、うん、ねえ、あれが、ね、痛かった、うん、とにかく小石が膝にめり込んで、うん、ですよね、うん、いや、今さ私膝が悪いからなんかあれ良くないんじゃないのってちょっと内心思ったけど、あの、ね、あのどうなんですかね、みそちゃん、あの若さが違いますでも若い時の無理は今来るんだよ、うんうん、あのね、とっても若い時期ですからね、うん、あとね、一つね、うん、あの、はい、こう幼稚園とか保育園とかこの、お父さんお母さんとかな、でも、はい、まあ、お父さんが走る時ありますけども、はい、あの父母が走るリレーとかあるじゃないですか、はい、必ずあのお一人お二人、あの足がもつれてこけますよね。あ、はい、あ、それって本当に お決まりですもんね、うん、で皆さん多分そんな風にならないと思って走ってると思うんですけども、はい、必ずね、あの足がもつれて、うん、なんてこんなにあの絵に描いたようにか、いやでも、ね、なんか仕込みかなと思いますね。いやでも仕込みじゃなくて、うん、本当にやっぱりね、うん、急にやっぱりね、普段やらないことやるからね、うん、やっぱり怪我もしやすくなりますよね、うん、だからね、足がこう上手く出ないんでしょう ね気持ちは、気持ちは行くんだけど、うん、体がついてこないっていう、体がね、なかなか、うん、ついてないです。もうちょっとね、思い当たる節がいっぱいありますけれども、はい、もう一つ紹介しますね、はいはい、銭形警部さんからです。ありがとうございます。イベントといえば、来月は沖縄最大のイベントである中 大綱引きと大根山公園で4年ぶりに開催される RBC 市民フェスティバルのイベントが非常に楽しみです。なるほど、うんうん、那覇大綱引きの場合は去年は参加人数制限と綱を持ち帰ることができない条件の下で参加しましたが、今年は参加人数制限なしの上に、綱を切って持ち帰ってみんなにプレゼントすることがしたいので、とっても楽しみにしています。その後は大野山公園で RBC 市民フェスティバルに行って皆さんとお会いすることを楽しみにしながら、お酒を飲んで交わしたいし、新人アナウンサーの2人と顔合わせしてお話ししてみたいという楽しみがありますから、来月が楽しみですということです。うん、うん、はあ、ね、RBC もね、うん、4年ぶりなんですね、はい、そうですよね、ねえ、うん、ねえ、そう、花火もね上がるみたいですし、うんうん、あれ毎日上がるんですよ、ねえ、あ、そうなんです、はい、そうなんですよ、それぞれスポンサーが違いますんで、うんうん、あ、そうなんですね、はい、いやね、昔はね、それこそ花火を見てその日に帰るっていうので、花火を見たらすぐにね、あの、那覇空港に向かった思い出がありますけど、うん、そう、花火を見ながら帰る、うんうんうん、そう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 、あれ花火全部見てると飛行機に間に合わないっていうね、うん、あ、そういうことね、ね、いや懐かしいな、うんうんうん、
残念ながら今年はねちょっとできそうにないんですけども、はい、はい、ということでどうします、ちょっと CM いきます、ツイキャスを、方向さん、ツイキャスいきますか、こんばんは、はい、こんばんは、はい、お、島豆腐キングですね、あれ本当だ、王子ワット宜野湾の島豆腐キングになってますけれども、はい、はい、ですね、王子さんもね、金曜24時ですね、24時から、はい、ミッドナイト王子ということでね、はい、もう王子と匂いが一緒で王子と誕生日まで一緒っていうそうなんですよね、そうでしたよね、ちょっとエロいことも喋りますよね、いい、あ、そうそう、24時にふさわしい内容で、うんうん、ちょっとエロい話、いいですねその時間帯ね、うん、王子はこの時間帯はダメなの、じゃあ王子さ、うん、なんでお子さんの番組聞かないの、え、あ、じゃなくて、はいはい、同じ匂いがするって言いながら全然聞かないよね、多分そういうテレパシーみたいなものだけは感じてますので、うん、王子滑ってます、だ滑ってないってまだだまだじゃなかったまだじゃないけどね、うん、滑ること多分ないと思うんですけど、ん、あ、でもね、ちゃんとねツイキャスではね、はい、こんばんはということでね、こんばんは、やっさやかさんもはい、はい、ツイキャスに参加していらっしゃいますよ、ね、恥ずかしいわ本当に、やっさんは金曜日の、はい、何、あれ、何、それご紹介して、ちょっと待って、ご紹介して、ご紹介してっていう、いやいや、じゃなくてウィークリーコンビニラジオは聞いてないんですか、はい、ご紹介してあのね、いろいろあるじゃございませんか、え、金曜日の21時からですよ、ね、FM ギノワンで、いろいろ王子もね、さやかのウィークリーコンビニラジオ、うん、王子聞いてないんですね、はい、お黙り、だいたい聞いてないし、ね、お黙り、いやもう本当にあれよね、もうちょっと FM ギノワンのラジオに興味持ったらいいのになって、いや興味はあるんですよ、いやいや興味あるけど聞かないでしょ、あるっていう気持ちがあるんです気持ちだけ滑ってますもう高坊さんが言い訳して良いわけって、そうだよ、それは必要ですよ、ね、これだけあなた、ね、滑ってますと言われてるんですからね、うん、ね、滑ってるもん、え滑ってるもん、でだからそれは滑ってるっていうあれじゃございませんよ、はい、うん、ね、あとはですね、ヤンポーさんが王子信じられないけどってあ、ほら高坊さんからレッドカード、退場ですねって、人よがりの王子と言われてますので、ね、なかなかいいですね皆さんのこの反応が、いや反応がいいんじゃなくて、はい、王子に衝撃受けてるんだよみんな、そうだよ、いや、うん、だって、はい、FM ギノワンでこれだけ喋っておいて、うん、FM ギノワンの番組のこと全然知らない、だから今言ったでしょ、もう喋り倒してさよならって感じなんですからお引き取りください本当にね、この番組もね、うん、情熱かけすぎちゃった、ほらほらほら、高尾さん、スポンサーのヤスさんの番組をないがしろにしてはちゃめーよって、いやいや、で、そういうあれではございませんけども、ね、あれって何ですか、あれって、うん、あれって何ですか、まあ、いろいろ、王子さんが宣伝ありがとうございます、うん、まあ王子に24時に起きるのは厳しいっすよねって、まあね、24時ね、何やってんだろうね、あれ寝てるの本当に、何やってんだろうね、寝てるの、うん、寝てるの、起きてるの、寝てるの、どっちなの、それもわからない時があるからね、ちょっと待って、それどういうこと、頑張って起きてようかなと思いながらも、うん、ね、22時30分ぐらいに寝てる場合がございますんで、地獄を見るわよいや本当にね、最近早くこう眠気が来るんですね、で今日も、はい、このスタジオ入るね、うん、はい、もう1時間ぐらい前はすっごい眠かったんですよね、はい、今日おしゃべりできるかなと思うぐらい眠かったですから、本当、うん、まあ、でもここに来るとねシャキッとするんだよね、これはちょっとね、あれですね、ちゃんとスイッチ入れますんで、スイッチが入りますね、入るんですね、あ、入りますよ、スリームさんからちょっと、はい、こんばんは、夢と外出中のため重役出勤になりました、はい、というか嫁がご機嫌斜め45度なので落ちます、あ、え、そういう角度で落ちちゃうの、あら、まあね、そんな日もあります、はい、はい、そういうことね、あ、チェッカーズ無双さんが、はい、そういうあれ旧名古屋勉強中ってあれ、うん、多分そのうち皆さん分かると思いますけどあ、このあれのね、まあ、あれのねトークの、うん、トークのね、あれが分かると思います、トークのあれが、まあ、あれこれですね、あれですよね、あれこれそれ、はい、ということで、はい、CM の後は名古屋は栄養重大発表があります、はい、
中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMKG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターエンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。秋のイベントがマラーという皆さん、芋掘り体験は1人700円でなんと 1.59 まで持って帰れますよ。さあ八重瀬町ぐしちゃんの芋畑集合。ご予約お問い合わせは 098-998-4010、 ぐしちゃん芋生産組合のあさとまれ。おやつと軽食の店夢や。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢やは、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分。詳しい場所は地図アプリで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は、経営者様のお困りごとを多角的に問題解決します。従業員に関するお悩みに寄り添います。お問い合わせは電話 03-5357-1182 まで。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 キユナ名古屋。名古屋は栄養コーナー長いね、伸ばしたね、伸ばした、うん、あのね、一通ね、メール読ませていただきたいんですけども、はい、よろしいでしょうか。はい、どうぞ。お久しぶりです。はい、みなこです。あ、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。ご無沙汰しておりますね。お三人さん、こんばんは。テーマですが特にないのですが、王子何かイベント作って。うん、おいや、イベントはですね、うん、まあ、王子のイベントとしたらね、ちょっとなかなか公表しづらいっていう、みなこさん、公表しづらいイベントって何？みなこさんと2人だけ のイベントっていう、はい、しかも沖縄で、そしたら遠くから見るからね。ダメダメ、近くにいないと。うん、でも日向名古屋沖縄オフ会、してほしいなということでございます。うん、そうなの。そんなにあれだったらもう、ね、本当にね、2人だけでね、個室でやりたいもん。おだまり、おだまり、そういうのダメ。おだまり、おだまり、おだまり出ちゃったじゃない。おだまり出ちゃったよ。うん、なんか本当はね、ダンサーズが重大発表するっていう、うん、お時間ですので、はい、うん、はい、まあ、もしかしたらまたね、キンキンに、はい、滑りないとやってくれるのかなってちょっと期待しちゃいますけども、はい、ちょっとダンサーズ何があるか教えて。ですね、いいですか。はい、なんかないの、こう音楽、ファンファーレ的な音楽。まず、うん、本日をもって、うん、はい、スビリ王子マスクマンは、うん、継続となりました。ああ、はい、いや継続でしょ。いや継続したくなかったんだけどね。うん、一応あれ、はい、もしかしたら3年契約で、はい、ね、まだ2年目で、はい、ようやくまたここからスタートできるっていう、本当は、はい、だったら首切られてもしょうがないっていう、そんな感じ。ふざけるな。ということでですね。王子の契約ってもしかして10月の更新日なの？まあ大体そういう時が多いですね。ねえ、王子は、王子は契約者。まあ、まあそんなもんですよ。王子なのに契約社員なの？ね、明細見るとね、時給いくらってついてるかもしれないですからね。
山中さんが滑りゼリー師の山中さん、山中さんが、はい、山中智文さん契約延長の発表でしたってあ、お久しぶりでございますあの契約でしたっけこれって、これ契約なの、契約はい、うん、いやこれいろいろ、まあそれかですね、うん、いいこと思いつきました、うん、ドラフト会議した方がいいかもしれないですねこういろんな角度からこの王子をあれですね、うん、はい、はい、それか、うん、トレードとか、トレードトレード、はい、え、誰と変えるの、え、トレードね、どっか違う、あの局に行けちゃうわけ、例えば王子さんとトレードあー、まあ同じ匂いですけど、でも匂いが同じでしたね、でもミッドナイト王子じゃちょっとね、まああの直木屋さんっていう手もありますけどねということでですね、はい、はい、重大発表、はい、はい、重大発表しますね、はい、はい、いいですか、はい、はい、どうぞ、まずこれですね、重大発表の割に迷子か誰か出ました、はい、いいですか、はい、はい、キウ名古屋10月も続きます、そして10月から10月かじゃないですね、10月になると4周年と、はい、番組開始4周年なんですね、4周年、はい、はい、それを記念しまして、はい、オフ会やります、おお、ほう、あれこれ普通の今美奈子さんのねメールとこれ、ね、メールいただいて突然またこう、うん、オフ会やるってすごいことじゃないですか、はい、ね、はい、うん、よろしいでしょうか、はい、オフ会、はい、え、オフ会って何、リモートオフ会リモートオフ会リモートオフ会ではないです、違うんですね、はい、え、リアルオフ会、リアルです、おお、対面でやります、おお、おお、はい、ですね、10月、はい、あ、10月じゃないです、うん、10月じゃないよ入っちゃったよ違うよ、違いますね、うん、はい、日にちはですね、はい、11月17日金曜日です、はい、11月17日、はい、金曜日、うん、金曜日、はい、はい、10時半スタートになるんですけども、うん、場所は、はい、名古屋なんですね、あ、名古屋なんだ、はい、そうすると美奈子さんと、はい、ラブラブできないんだで、今回の、イベントですけども、イベントにタイトルついております、はい、はい、キウナゴボウという名前になっております、キウナゴボウ、はい、で今からですね、うんうん、ちょっとツイキャスに少し流しますけども、はい、あ、これ字がオーバーしちゃったよ、なになに、この大事な時に、うん、チェッカーズ無双さんが娘の誕生日だわって、あ、そうなんですか、おめでとうございます、おめでとうございます、うん、祝いますね、うん、はい、はい、でですね、はい、私たち MC3 人、はい、とスペシャル MC がいらっしゃいます、はい、はい、それがなんとですね、はい、きんぴらごぼうさん、おお、おお、を招きしまして、うんうん、名古屋でイベントを開催することになりました、うん、やった、名古屋で、はい、名古屋でね、しかも、うん、はい、きんぴらごぼうさんをお招きして、うん、はい、うん、そうなんです、うん、ねえ、はい、きんぴらごぼうさんといえば、これまた FM ギノワンの、はい、ねえ、23時から FEC チューンドやってますよね、うん、はい、うん、そうですね、はい、はい、で、内容ですけども、まあ、はい、先ほど申し上げましたように11月17日金曜日、はい、19時開場、うん、19時半開始、うん、はい、場所は名古屋栄にある青森王国という、うん、うん、はい、場所になります、うん、はい、料金は前売りで5,900円、うん、飲み食べ放題、うん、はい、当日は6,500円、うん、でお申し込みは、今ですね、はい、ツイキャスの方にはお知らせさせていただいておりますけども、はい、はい、こちらですね、はい、お申し込み方法はまずこちらまた SNS なのではい、アップいたしますけども、はい、メールもしくはQR コードがありますので、そちらで読み取っていただければ、うん、いただければお申し込みができるようになっております、うんうん、でですね、はい、今回なんですけども、もう本当にですね、
あの、まあ、名古屋でっていうことにはなるんですけども、はい、あのぜひあの沖縄でお聞きの皆様も名古屋にあの観光をしつつお越しいただければ嬉しいかなと、うん、そうですよね、はい、思っております。皆さんねご参加していただきたいなと思いますね、はい、うん、あの王子もいますので、はい、ね、王子もいますんでってか、うん、王子いないと困る、うんね、王子いますからね、うん、あの、はい、今、ね、ツイキャスでご覧の皆様には、うん、はい、あ、なんとイベントのパンフレットが見られますかね。そしてこのね素敵なね、ねデザインをされたのは、うんうん、はい、はい、スポンサーでもあります、うん、FMJG の新一さんでございます。はい、はい、FMJG さんの方で、うん、はい、はい、あのデザインをしていただきました、うん、ありがとうございます。ありがとうございます、うん、すっごいかっこいいんですねこのね、はい、うん、こんな感じですね、うん、ね、だからねこうやって皆さんとね会えるということはですね、はい、まあ、王子ちょっとねあの最近あの、うん、ね、皆様にねちょっと加齢臭がきついと言われてますけども、はい、あの必ずあのハグはいたしますので、はい、あれハグ付きなの、ちょっと待って、参加者減るからやめて、え、あの、ね、でも大丈夫、ちゃんと、コロンはあの振ってね、あのいい匂いにしてからします、ね、いい香りは ね、ちゃんとシャワーをしてから来てよ、ね、あの最後の方になってくるとその、ね、うん、コロンも消えていって、うん、なんかおじさん臭いなっていうもしかしたら出ちゃうかもしれませんけども、出ちゃうかもね、うん、はい、うん、ちゃんとね、男女ともにですね、うん、はい、あのハグはいたしますので、男女ともに、うんうん、するの、それはあの一番大事なことですよ、はい、うん、あのやっぱりね、あの体と体の触れ合いは大事ですから、はい、ヤンポーさんがハゴーさよってね、本当にそうですよ。チェッカーズ無双さんが王子さんもキンピラと同じでしょっていや、王子、私はですね、うん、はい、芸人さんではございませんのでだけどあなた言われたじゃないですか、うん、一般の方から言われましたね、芸人さんですかって言われてましたよね、あの沖縄タイムスの1階の、ね、ね、ロビーで、うん、言われましたね、はい、どこからどういう風で、はい、ね、あれは結構ね年齢的に、ね、はい、まあ、おばさまと言われる方だと思うんですけども、はい、年齢的にね、うん、あなたは芸人って言われましたんでびっくりしました、うん、いやね、うん、そういう雰囲気を醸し出してたんでしょうね多分ね、はい、うん、素の姿でいましたけどもね、はい、はい、うん、ということで、はい、ただあまりね、きんぴらごぼうさんプロの方ですので、はい、ね、ね、うん、ね、まあ王子は本当に王子さんが、はい、対面芸人殺しが始まるとあって、はい、そうですよ、もうリモートで芸人殺ししたけど、ね、あのね、うん、あの王子さんが、ね、言っちゃったからあれだけど、はい、ね、プロの方なんだから芸人殺しはね、はい、しないように控えとこうと思ったらもう王子さんに言われちゃいましたねもうでもきっとね、リアルでお会いしたらね、はい、いやもう怖いですね、どうなるか、もうね何人殺しました、もう本当に芸人の方子供で殺しましたよ ねえ、もう本当もう、まあね、芸人の方の答えに困るようなね、はい、うん、会話をね、いやこれ一応はい、きんぴらごぼうのお二人は、はい、ゲスト MC ということで、うん、はい、お越しいただいて、うん、我々と、うん、はい、もう本当にバトルトークになると思いますけども、いやバトルトークしないよバトルトークしない、いや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 、はい、とんでもないとんでもないね、はい、素敵なね、このコラボイベントなので、ね、はい、ぜひぜひこのイベントが盛り上がればということで、はい、ね、そうですね、うん、これすいません、沖縄じゃなくて名古屋なんですけども、あ、そうなんですよね、うん、はい、でもいつかね沖縄で本当にやりたいですよね、うん、まあ、それもありますけども、うん、まずはね青森王国という沖縄の雰囲気がするお店ですので、うんうん、そうです、そうです、私たちも、ね、うん、ずいぶん昔からお世話になってます、そうですね、はい、はい、そちらで、うん、やらさせていただきます、はい、そしてこの男も来て滑ることもあると思います、うん、いやだから滑りはないけど、うん、ハグはするよってもう、うん、終わりですはい、はい、あのねもうそこまであれだったらねみそちゃん引っ張り込んであげるね、ステージの上でねもうねきんぴらごぼうさんと王子のねみそちゃんで、うん、うん、
いやいやだってもちろん私たちもね、出ますし、あとね、うん、お楽しみ抽選会もね、はい、あるということで、そしてですね、今のところ予定ですけども、はい、この日金曜日でになりますので、はい、9時からウィークリーコンビニラジオやすさんの番組ですけども、はい、この泡盛王国現場からですね、うん、オンエアとなります、うん、あのさ、はい、うん、この現場でやるってことは、はい、あの王子がいるってことですよね、はい、その現場に、はい、いますね、もちろん、はい、大丈夫かしら、何が、うん、あの大丈夫、あのちゃんと王子、あの分かってる、あのちゃんとやすさん の、はい、あの番組を、うん、はい、ちゃんと予習するのよ、はい、だから必ずあのやすさんの横に座ってちょい違う、はい、ということでですね、はい、なんか違わない違うのということで名古屋は栄養のコーナーでした、はい、キユナ名古屋。はい、はい、あ、浦添のしんちゃんさん、さすが滑り王子ということで、ね、はい、ということでメールをちょっといつ、うん、そうだね、あ、じゃあご紹介しますか、はい、お願いします、はい、旧名古屋の皆さんこんばんは、岐阜のキュウリのバーバです、ありがとうございます、今度の日曜日は名古屋港ガーデンふ頭で第25回愛知沖縄、うん、もわしびですね、はい、もわしびが開催されます、去年リスナーさんに教えてもらい初めて行ってきました、でも今度の土曜日はゴルフと木月高尾さんのコンサートで軽井沢に行くので残念ながらもわしびに行けません、あ、結構アクティブですね、でも木月高さんのコンサートですよ、うんうん、沖縄のイベントを内地のリスナーさんに教えてもらうのは嬉しいです、あ、11月には名古屋栄の泡盛王国で旧名古坊が開催ってことで今から楽しみしてます、では、今日も、23時頃まで頑張ってくださいねということでございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ってことこれ、これ参加いただけるってことですね、はい、ありがとうございます、はい、牛乳のバーバさん、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、あの王子ハグするからねいやいや、それはそこは書いてないと思うよいや、それは王子の気持ちでございますよはい、まだメール来てますね、メールいつ紹介できますかね、進撃のめいちゃんさんからです、ありがとうございます、王子の楽しみなイベントはこれじゃない、栄のお嬢様豊作祭りでしょうか、豊作、ああ、うん、とりあえず殴っておいてください。まあそんなことは、まあそんなことは置いておいて、やっぱり、はい、来月4年ぶりの開催の中那覇祭りでしょう。それしかない。はい、今年はなんだか違う感じのイベントが目白押しということで。うん、あ、気になるのは土曜日の夜かなって。あ、すごい、もうなんかね予定表がね貼ってあるんだ。あ、すごいすごい、イベントもチェックされてるんですね。A ランチの会場から生中継も気になる、4年ぶりだから気合が入ってますね、あれマスクマンお留守番ですか、那覇祭り会場でお会いしたいです、うんうん、と書いてありますけれどもね、うん、行けたらいいのにね、残念ながらね、ちょっと参加できないかな、だね、はい、ということで、はい、はい、あ、ではでは来月からもよろしくお願いしますということで、はい、ありがとうございました、はい、よろしくお願いします、はい、ということでエンディングですね、はい、はい、早い、来週のテーマは体力、来週のテーマは体力です、体力がなくなった、体力の限界など体力エピソードをお寄せください、この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、
名誉総裁賞受賞の首里まんじゅう那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町ぐしちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、名古屋中川名木、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございます。なんか1時間になっても早い気がする。なんでだろう、うん、早いね。早いですね。これだけ最後に言いますけども、はい、名古屋でね、安さんの番組があるときは、はい、ラブラブラジオ放送でございます。おだまり、王子滑ってます。沖縄大輔さん、先生、滑るためのローラーシューズの持ち込みは認められてますかって。あ、全然大丈夫。はい、ということで、はい、今週もありがとうございました。閉店、ガラーガラー。あれ、はい、はい、ありがとうございました。ね、うん、ちょっと来月のイベントも本当に楽しみですけれども、うん、はい、あ、来月じゃないさ、来月になるのかな。あ、そうですね。うん、ね、はい、ありがとうございました。詳細は、うん、はい、SNS で、そうですね、そうですね、はい、見ていただいて、ね、ね、沖縄大輔さんと武双さんの会話が面白くってツイキャスの拾えなかったけど、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。また来週。はい、来週です。